ウィングファンタジアとは2004年に稼働した8ステーションのメダルゲームである。筐体はメダルゲーム部分のステーションとメイン画面と呼ばれる50インチディスプレイ及びルーレット抽選機で構成され、ステーションは2人分が1台で最高8台まで接続できる。メダルを投入し、チャッカーにメダルが入るとスロットが横に回転する。画面横の青ランプがストックとなっており、 最大8つまでストックできる。下記のように絵柄がずれることもある。あたりは、ラインは5通りあり、左側に揃う、真ん中に揃う、右側に揃う、斜めに揃うことであたりとなる。222-444-666-888あたり。メダル払い出し、ステップが1つ進む。111-333-555-999角編あたり。 メダル払い出し。ステップが一つ進む。背景が、代わりスロットが当たりやすくなる。777揃った時点で、直接ジャックポットを獲得。ルーレット柄止まった時にこの柄が表示されると、その表示されている分だけスゴロクステップが進む。スゴロクステップが溜まるとトレジャースゴロクに挑戦する。この柄が3つ揃うと、直接トレジャースゴロクに挑戦する。 ジャックポットステップが7まで到達するか777が揃ったら、画面下のメダルテーブルが傾いて、大量のメダルが払い出される。スロットで111から999が揃うと、ステップが1つ進み、7ステップになると、ジャックポットが発生する。その他にステップが0の場合は、スゴロクステップが13になり、1の場合は17に、2の場合は21に、 3から6の場合は25個でトレジャース56に挑戦する。中央大画面のマップから自分のプレイヤーの飛行船とマスが拡大され、ルーレット抽選がスタートする。スタートボタンを押すと、ボールが打ち出され、ボールが株ポケットに入ると高速回転中のルーレットがストップし、決定した数だけマップを進む。止まったマスによって、 メダル払い出しやカード抽選などのボーナスを獲得する。後輩とコースでは通常コースよりメダルの払い出しが多いマスに止まることが多くなる。止まると表示された数のメダルが払い出される。25と50と75と100がある。ルーレットを回し決定した数の25倍のメダルを払い出される。ステーション画面に戻りミニゲームがスタートする。中央台画面で カードが表示され、カードを1枚引く。役は、25ウィン、50ウィン、75ウィン、100ウィン、ルーレットボーナス、ミニゲーム、パーティーゲーム、SJP チャンスがある。カード SP のマスもあり、これは、カードのマスより高配当となる。外周の4箇所に配置され、ここに止まると、スーパージャックポットチャンスに挑戦する。 ルーレットで1を当てると表示された数のメダルが払い出され、すごろく開始前までに、スロット保留が7以上あれば、さらに100枚が追加される。3,5,7を当てると200枚、偶数が出ると100枚が払い出される。内周ゾーンのに設置され、ルーレットで1を当てることで表示された数のメダルが払い出される。3,5,7が出ると300枚、 偶数が出ると150枚が払い出される。トレジャース56でミニゲームのマスに止まるかカードのマスでミニゲームを引くと自分のステーションでミニゲームが始まる。ミニゲームは3種類あり、ミニゲーム中はメダルを1枚入れることで1枚払い出し、魔女とレースをする。メダルがチャッカーに入ると進み、魔女より早くゴールするとメダル払い出し。 メダルがチャッカーに入ると風船が膨らむ。10、20、30、50、100の順に風船が大きくなる。時間内にメダルを入れ、左、中央、右のチャッカーにメダルを入れると敵に表示されている枚数分のメダルを払い出される。真ん中の的が多く払い出すことが多い。パーティーゲームは大画面を使った全員で遊ぶボーナスゲーム。誰かがカードボーナスで、 死体のカードを引くと、プレイヤー全員で、パーティーゲームに挑戦する。ただし、このゲームを出す条件は、トレジャースゴロクで、カードのマスに止まって、カードを引いて、ごく稀にこのゲームが始まる。メダルを入れまくって、海賊船を攻撃する。時間内に、海賊船を倒すと順位ごとにボーナスメダルを、払い出される。このゲーム中はメダルを1枚入れることで1枚、払い出される。 ルーレットを使って33ビンゴを行う。真ん中はフリー。3級抽選で揃ったライン数に応じて、メダルが払い出される。抽選前にボタンを押すとシャッフルできる。ゲーム開始直後に数字が一部埋まり、いきなりリーチすることもある。1ラインビンゴで80枚、2ラインビンゴで150枚、3ラインビンゴで300枚の払い出し。参加してビンゴしなくても、 参加賞として30枚の払い出し、ありがとうございます。